ウィリアム・フーパーは独立前のアメリカ合衆国ノースカロライナ州の弁護士、政治指導者であり、1774年から1777年まで大陸会議代表となり、同僚のジョセフ・ヒューズやジョン・ペンと共にアメリカ独立宣言に署名した。フーパーはマサチューセッツ湾植民地のボストンでエディンバラ大学で学んだ後にスコットランドから移民してきた。 同じ名前のウィリアム・フーパーの息子として生まれた。母のメアリー・デニーはマサチューセッツでとても尊敬されていた商人ジョン・デニーの娘だった。フーパーは5人兄弟の僧侶だった。父親のフーパーはボストンのトリニティ教会で牧師をしており、その息子も自分と同じように聖公会の牧師にしたいと考え、息子が七歳の時にマサチューセッツでも特に際立っていた教育者。 ジョン・ラベルが校長を務めるボストンラテン学校に入れた。1757年、息子のフーパーは15歳でハーバード大学に入学し、勤勉な生徒と考えられ、大いに認められた。1760年に同大学を優等で卒業し、学士号を取得した。しかし卒業後は、父が望んだように牧師としての経歴を歩みたいとは思わなかった。その代わりに、 ボストンで求心的と見られていた人気のある弁護士、ジェームズ・オーティスの下で法律を学んだ。フーパーは1764年までオーティスの下で勉強し、法定弁護士の試験に通ると、ボストンは弁護士がすでに多かったので、マサチューセッツを離れる決心をした。1764年、フーパーは一時的にノースカロライナのウィルミントンに移住し、そこで法律実務を始め、 ケープフェアで巡回裁判所の弁護士を務めた。ノースカロライノでは裕福な農場主や同僚の弁護士たちの間で高い評判を築き始めた。いくつかの裁判では植民地政府を代表することでその影響力を増した。1767年、ニューハノバー君の裕福な正気からの開拓者で保安官の娘、アンクラークと結婚した。 この夫妻には1768年に息子のウィリアム、1770年に娘のエリザベス、また1772年に息子のトマスが生まれた。フーパーは急速にその地位を高めていくことができ、1769年には、まずサリスベリー地区の副検事に、1770年にはノースカロライナの副検事総長に指名された。当初フーパーは、 ノースカロライナにおけるイギリスの植民地政府を支持していた。1768年には総督のウィリアム・トライアンと共に世直しの戦争に参加した世直し家として知られた反逆集団を抑圧した。世直し屋たちはノースカロライナでしばらくの間活動し、1770年にはヒルズボロでの暴動の時にフーパーを通りに引きずり出したと言われている。フーパーは トライアン総督に反逆者を抑えるために必要と考える武力の行使を進言し、1771年のアラマンスの戦いでは軍隊に同行すらした。植民地政府に対するフーパーの支持は弱まり始め、以前にトライアン総督を支持していたために問題を生じるようになった。ロイヤリストと刻印されていたために、パトリオットからは即座に受け入れられなかった。 1773年に植民地議会議員に選出され、植民裁判所を規制することになる法律を植民地議会が通そうとした時に、その反対者になった。このことで、ロイヤリストとの関係が気まずくなった。フーパーは、独立が起こりうると認識し、友人のジェームズ・アイアデルに当てた書簡では、植民地が急速に独立に向けて動き出しており、近いうちに、 イギリスの廃墟の上に帝国を打ち立てることになると述べていた。フーパーは議員を務めるうちにゆるりとアメリカの革命と独立を支持するようになった。総督が議会を解散させた後は新しい植民地議会の結成に貢献した。通信委員会とサモン委員会の委員にも指名された。1774年にはノースカロライナを代表して第一次大陸会議の代表に選ばれ、 多くの委員会で活動した。第二次大陸会議にも代表に選ばれたが、この会議と彼が新しいノースカロライナの政府を組織するために活動していたこととで、その時間の多くが割かれてしまった。この新しいノースカロライナ政府に関わる事項に暴殺されていたために、1776年7月4日の アメリカ独立を決める投票には参加できなかったが、8月2日のアメリカ独立宣言署名の場には間に合うことができた。1777年、フーパーは財政的な問題が続いていたので、大陸会議代表を辞任し、ノースカロライナに戻って法律実務を再開した。独立戦争の間、イギリス軍はフーパーを捕まえようとしており、フィニアンにあったその家は、 イギリス軍の攻撃に対しては脆弱なものだった。フーパーは家族と共にウィルミントンに移転した。1781年にイギリス軍がウィルミントンを占領し、チャールズ・コーンウォリス将軍とその軍隊がギリフォード軍庁舎の戦いの後で交代してきた時に、フーパーは家族と離れ離れになった。さらにイギリス軍がフィニアンとウィルミントンにあった。 フーパーの資産を焼き払ったので、フーパーは、この時期食料と隠れ家を友人に頼らなければならず、マラリアを患った時は回復するまでの看護まで世話になった。最終的に家族とは1年近く別れたままになっていた後で再会することができ、ヒルズボロに落ち着いて、1783年までノースカロライナ議会のために働き続けた。独立戦争が終わるとフーパーは、 法律実務に戻ったが、その政治的立場ゆえに、大衆の支持をなくした。フーパーは、その影響力ある系類、仮想階級に対する不信、及び害してその罪を許していたロイヤリストに対して、優しく対処したことを広く批判されたことのために、連邦党と共同補調を取った。ロイヤリストに対する親切で公平な扱いをした、ために、フーパー自身が、 ロイヤリストだというものもいた。フーパーは1786年にニューヨーク州とマサチューセッツ州が教会に関して紛争になった時に連邦判事として再度公務に呼び出されたが、この紛争は法定外で決着がついた。1787年と1788年にはノースカロライナがアメリカ合衆国憲法を批准するよう懸命に、 運動したが、この頃に健康を害し、1790年10月14日に48歳で死んだ。ヒルズボロの長老派教会墓地に埋葬された。その以外は後にギルフォードコートハウスの国立軍人墓地に移送された。ありがとうございます。